あの、ウクライナ出身のね、えー、方が、あの、ミス日本になられたっていうことで、えー、炎上してたんですけど、あのー、まあ、僕はそもそもミスコンテストっていうものに対して、それほどシンパシーがないんですよね。ただしがあって、あの、何回か過去にミスなんとかっていうコンテストに、えー、チャレンジしている女性と話したことがあってですね。で、それ時はもう必ず応援します。だってなんだって、 挑戦するここととは素晴らしいことだしいだ最近のミスコンテストはあのーまあ、外見だけではなくて立ち振る舞いとかいろいろスピーチやったり英語力とかいろいろ総合格闘技みたいな、まあ、側面もあるんで歩き方とかねでそういうことで、えー、ある種のチャレンジをするってことはそれ自体は話も悪いことじゃないと思うんで、えー、頑張ってくださいっていつも応援しますけど、まあ、ただミスコンテストというものを主催してる方々 主催側に対してはそれほどシンパシーはないですね。あの、チャレンジしている方々に対しては頑張ってくださいと思うかもしれないけど、主催しているシステム作ってる側の方にとっては、対してはあんまり、うん、なんでそんなことをやります他にやることあるんじゃないかなというふうに僕は思ってしまうっていうか、えっ、ー、と、そういうなんか、伏線的な態度を取るっていうのは別に悪いことではないと思ってるんですけど、で、今回、あの、ミス日本にウクライナ出身の方がなられたということで、 で、そのことについて非常にこれは日本的ではないとか、ミス日本をね、あの、そういう形で、えー、やるのは、まあ、ホワイトウォッシュという言い方はしないかもしれないけども、どうなんだっていう、えー、ことを言う方がいらっしゃるんですけど、僕、別にそれは構わないんじゃないかなと。あの、定義が日本国籍ということなんだと思うんですけど、日本国籍を捉えてらっしゃるわけで、この方は。で、それを含めてなんかハックなんだっていうような言い方するんだけど、まあ、ハックかどうかとか、そういうことについては、あの、とやかく言う、 ことはそのまあある制度があるわけでしょでレギュレーションがあるわけでしょそのレギュレーションの中にもし例えばじゃあうん何年以内に日本国籍を取った方は除外するとかねそういう規定があるんだったら別ですけど、えー、そういう規定がない以上あの、まあ、僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。でなので僕そそもそもね日本,じゃあ日本って の中にいろんな今エスニシティとかカルチャルバックグラウンドの方がいらしてって、えー、いうのはまああったとしてあの僕自身はね日本語をしゃべれるしゃべられる方っていうのはかなり僕の中では日本の仲間だって感じがするんですよね日本語ってそれなりにあのエントリーコストが高いというか勉強するの大変じゃないですかでもね日本語をしゃべってらっしゃる人は、まあ、例えば私の試合だとパックンとかね、まあ、デイブ・スペクターさんだとか あように日本語を喋られる方ってのはもう日本人と僕は感じるんですよねその国籍とか関係なくね、うん、だからあの日本語ってやっぱりそれなりに、えー、日本の文化の中核にあるものだと思うんであの日本語喋る方はどういう外見とかどういうエスニックなバックグラウンドってこと関係なく日本の方っていうふうに思ってもいいんじゃないかな日本語で定義するってのは僕は悪いことじゃないと思うんですねで今回その、えー、ミス日本のタイトルを そのウクライナ出身の方が、えー、個人的な事情でまあなんかいろいろ報道されている事情で、えー、辞退されるってそのミス日本が空位になったという話なんですけどまずその「個人人的なな事情ででっていいうううのはあのー、他人がとととやかく言うことじゃないと思うんですよね、うんあのー、でミス日本にふさわしい振る舞い」とかなんかそもそもかミ,スミスなんとかコンテストっていうもの自体に対して僕は懐疑的だと申し上げましたがあのー。 もうなんかそれでクあの辞退するのが当然だとかそういうものだもうない気がするもともとミスコンテストっていうのはそもそもミスコンテスト自体がどうなんだろうって思うものなんでそれであの空、ー、意になったっていうことなんですけどまあ何だったらミス日本もずっと空意でもいいんじゃないですかあの、まあ、僕のこだからさっきも言ったようにそのチャレンジしてる一人一人の方に対しては応援したい気持ちがありますけど ミスコンテスト自体はこの世から消えても別にいいと思うんで、なんだったらこれをきっかけに、あの、ミス日本ずっと空位でもいいんじゃないかなっていうふうに、僕は思っています。皆さんはどのようにお考えでしょうか。